二戸地方の日本狼、岩手県立博物館には一枚の日本狼と言われる毛皮が寄託されています。寄託者は二戸市在住の黒沢秀一氏です。1910年明治43年に黒沢家の祖父で毛皮商であった黒沢茂左衛門が地元の漁師大畑福治氏から購入したものだといいます。研究者によれば状態は良好ですが4本の足がなく尾もないのが残念であるということです。毛皮や乳首の状態から授乳中のメスの成獣であり産卵で撃たれた痕跡があります。したがって捕獲されたのはカキであり当然ながら巣穴には何頭かの幼獣もいたと推測されます。この毛皮について日本を代表する日本狼研究者の今泉義則氏は次回の前に長い毛の方髭があることなどから日本狼に間違いないとテレビ岩手の取材で断言したのを覚えています。二戸地方でも明治10年代までは日本狼が生存していた記録が残っています。しかし牧畜が盛んになるに従い害獣として駆除され明治30年代になると全く記録には残っていないようです。明治44年生まれの祖父には10歳以上年上の兄がいました。その兄から聞いた話として狼には大きい種類と小さい種類があると聞いたそうです。兄が実際に目撃したのかそれとも伝え聞いた話なのか今となっては確かめようがありません。岩手県立博物館の毛皮は1910年明治43年に売買されたことは間違いないとして捕獲されたのがいつなのか興味があります。1905年明治38年1月23日奈良県吉野郡小川村鷲ヶ口で捕獲された若いオスが確実な最後の生息情報とされています。果たして岩手県立博物館の毛皮はいつ頃捕獲されたものでしょうか。